こんばんは、ヤッホーです。こんばんは。連携します。早い、久々、ここまで早いのは結構久々かもしれん。今日はスピンじゃないよ。こんばんは。何しようとしたんだっけ、忘れちゃった連携できてる？できてた。オッケー。こんばんは。こんばんは。今日は何しましょう？まあコメントを読みたいと思います。なんか顔色悪い、天気なんかないか。こんばんは。今日イコタイム見てないの、見れてない。そうてかあんなんだよね、そういえば。それだけ知ってる。私ですよね、次キアラ、ハナ、アン、の3人ですからしいので。そう、最近大人っぽい。ありがとうございます。いつだっけ次。もうねすぐね予定入るからね。ここだ、まだ入ってない。でも今日は12月4日ですかね。何するんだろう。12月4日に4日です。花確か連続だね。確かにケーキ食べられるよ。そうなの、なんで。21歳最初、そうですね、確かに夢の国いいな。お疲れ様正午。ソータンさんこんばんは。こんばんは。ミニラ見たけど感動したって。カメちゃんありがとうございます。マリナちゃんやっほー。誕生日直後だから4日忘年会や。久しぶり名古屋英語の試験。お英語の試験レナッチお疲れ様です。今日の服装好み、嬉しいです。今日はピンクです、モフモフです。そうなんか今日は早く帰ってきたので、まあたまには早く配信してしようかなって思って、別に明日めっちゃ朝早いってわけじゃないんですけど、配信早くしようって思って、なんか早い方が来れるって方もいるので、そう早くしました。すぐアンカーテンと同化するよね。イコラブ左利き一人いる。のんのたん嬉しい。ハムスターさん習慣だって、早い方がありがたいだって。ミクナコウジさん、ネルコは育つ。ミャーさん、ノアちゃん、トマトさん部活お疲れ様です。
休みだから見れてる、ゆりかぴょ、ジョンジーさん、 TikTok アンナのキレがすごくて笑った、テイスケ、タツドラさん、テスト頑張ってください、ハルトさん、アライペさん、アンナスキピ、ありがとうございます、嬉しいです、この時間は嬉しいって、まつりちゃん、カーテン黒にしたら映える、でも顔の色やばくなりそう、クレッチーさん、こんばんは、みんな体調大丈夫ですか、元気ですか、アンナは元気です。今日はメンバーとご飯にその行ったんですけど、でその後になんか今日はあんま取材をしていただいて、なんだろう、なんかね、結構一人だったんですけど、めっちゃ昔のことから結構語ったっていうか、なんかスクール時代、スクールに通ってた時代のなんか話とかを結構聞いていただいたので、その話とかを結構してきましたので、そう、多分でもまあネットに載るやつだと思うんですけど、そう、でもなんかいろいろ、まあ結構広島メインでやっていただいたっていうか、広島の話がおっていう感じだったので、そう、いろいろお話ししたので楽しみにしててください、待っててください、結構ねいろんな話したよ、1時間以上話してたんですよ、そう、そう、なんか広島のこととか、なんか上京してのこととか、いろいろそういうことを1時間以上、なんかもうインタビュー1時間、撮影30分って書いてあって、そう、本当に1時間以上インタビューしてくださって、いっぱい結構お話ししたので見てください、また公開されたらツイートします、イエイ、でもやっぱ一人で結構、私一人で多分お仕事させていただく時って基本広島関連っていうか、まあ、そんなに私は多分なんだろう、そんなないないっていうかあれだけど、なんだろう、広島関連とか結構やらせていただいてるなって、基本一人の時は広島関連かもしれない、でもすごいそれがあんま嬉しくって、すごい、そう、あれなので、だから地元愛をねたくさん話してきました、そう、サンフレッチェだったり、サンフレッチェカープと1回ずつやらせていただいて、そう、他にまあショールームさんの取材とか前だったけど、今日も結構広島っていうことで取材していただいたので、そう、でもやっぱ嬉しいです、そうやって、広島をね、だからまだまだいっぱいアピールして、広島はいいところだよっていうのを広めていけたらいいなってすごい思うし、うん、なんか自分の経験だったりを話して、なんか少しでも気になったり、なんか私も頑張ろうって思ってくれる子とかがいたらいいなってすごい思います。でも今日すごいスタッフさんがなんか4人取材の方とか含めて、撮影のカメラさんとか記者の方と、記者っていうか、あ、そのライターさんとか含めて4人来てくださったんですけど、めっちゃすごい優しくて、なんか結構知ってくださってて、いろんなインタビューとか見てくださって、でなんか私のお話とかも聞いてくださって、すごい知ってくださってたりして、今までのインタビューも結構読んでくださってて、すごい嬉しかったです、楽しかった、イエーイ、イエーイ。学力はバレてなかった、何もその話はなかった。そのまま沼に、嬉しい、
観光大使ね、頑張りたいですね。やっぱ広島のお仕事は何でも嬉しいので、少しでもね、少しでも知ってもらえるきっかけになったらいいなって思います。勉強できるの？ノーコメントね。それな、丸選手 MVP。 ちなみに丸選手の話もしました。そう、今日取材でそう、丸選手 MVP、 セリーグでおめでとうございます。すごいですよね。そう、丸選手行かないでくださいって取材で言いました。そう、そう、二十歳です。明日はもっと好きだと思う。いつまで番長さん、嬉しい。まつげはビューラーです。まつぱとかはしてないですねさすがって。そう、今日私服だったから。そう、ビジネス二十歳どういうことどういうこと。でもなんかそうやって少しでまたこの記事を見て案をしてくださって、また広島のなんだ、そういう関係の方がお仕事とかをあれしてくださったらやっぱ嬉しいし、なんかそういう風にどん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 つながっていけばいいなってすごく思うから、なんか一つ一つのお仕事っていうかありがたいし、全てだからもう全力で今日もめちゃめちゃもうね命かけてじゃないけど、なんかもう本当によし喋るぞっていう気満々で行ったので、たくさんお話言いたいこととか話したいことはもうお話できたかなって思って、そうっていう感じですかね。今日は何時まで配信する？決めてない。カメちゃん嬉しい。サラトゥーン T シャツと思わなかった？そう、わかんないかなと思って。でもね、3人ぐらい会ってたよ、サラトゥーン T シャツ。そう、ツン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  T シャツ黒かわいい、普通に。あとあのダボダボ感がね、ダボダボ感もかわいいし、レッスン着でメンバーの T シャツは着ます。イエイ。でもやっぱサナのファンの方当たってた、さすが。ダボダボ感、ダボダボになんないのかな普通だったらあ結構ね、山本彩花さんの卒婚の T シャツっていうコメントとかが多かったです。三件ありがとうございます。こっちた、わかるよねってあんちゃん広島帰ってきた時で見つけれたら声かけたい全然大丈夫ですよ。すごいね、さやかソニックだみたいなコメントが多かった。そう、でももう今日髪の毛もなんかもうボサボサなっちゃって踊ってたから。クリスマス何するの？何しよう。24、25何しましょう。何しよう。メンバーと過ごすかな。多分ね。誰か私と、私の相手をしてくれるメンバーはいるでしょうか。でもね、クリスマス作りたいものあるんだよな。今日なぜ早いのって、なんかもう早く帰ってきたからもうやろうと思って、なんか意外に新しい時間にすると新しいファンの方が来てくださるから。みんな予定あるの？24、25。イコラバは23だからね。
今日のリード大人感ありがとうございます。きょうちゃんにやけてんの。え、聞いちゃいけないやつ。あんも予定ないかもしれない、わかんない、まだわかんないけど。でも会ってほしいよね。あるわけないだろ。ねえないねえとか。めっちゃみんながコメントであるわけないとか。2425イコラブイベントないっすよ。23っすよ、クリスマス、私たちのクリスマスイベント。さあ、ゆうにゃあんなロース、うち仏教なんで。1年前よりに同じコメした記憶が。24、25でも平日じゃもんね。23が日曜かな、土曜かな、分からんけど。ただの給料日おめでとう。クリスマスプレゼント買えるやん。年末は広島帰りません。帰れません。帰れるけど、いや帰れないか。1日ね、まあイベントだからね、なかなかね、リハとかあるしね。あんまいアイス推し言ってるけど、最近初夏が気になってきてる。あんまいアイスも忘れちゃいけんよ。忘れんとってよ。サンタさん、サンタさんね、お年玉もうあげる年やろ、やばいわ。さっきそれ話しよったよね、いとこと。てか聞いてや、なんかね、アンのいとこがまあおって、でもアンのいとこっていとこにもアンじゃない方のいとこがいるわけじゃんか、わかる。それでなんかアンのお母さんといとこのお母さんがまあ兄弟姉妹なんだけど、なんかそのいとこのお父さん側のいとこがなんか LINE のアイコン、 LINE がなんかナータンらしくって、でアイコンがイオリらしいのね。それをなんか LINE でいとこが兄に送ってきて、え、これイコラブじゃないみたいな。でなんかしかも曲も僕らの制服クリスマスなの。いやそれでアンがイコラブにいること知ってるのか知らないのかちょっと分かんないんだけど、なんかお正月か聞いてみるって言ってたんですけど、イオナータンだったんですよ。そう、面白くない？びっくりした。ちょっと山本押されてなかった。でもアナの存在知ってるのかも分かんないけど、なんかいとこのいとこだっていうことを分かってんのかなっていう話をさっきいとことしてて、よく分かんないけど、でもまあそうやってなんかそうやってさ、世間はつながっている。違うか。でもさ、そうじゃない、すごくない、女の子、高校生ぐらいの女の子。そう、まあでもいとこのいとことかなんかもうそこら辺つながってそうだよね、普通に。はとこ、はとこでもないんだよ、はとこじゃないけど、え、はとこじゃないよ、はとこは、え、違くない、はとこはだってアンのお母さんとかのいとこの子供でしょ、はとこではなくない、お、だってアン、え、だってアンといとこがおって、アンのパパママ、いとこのパパママのママ同士が兄弟なので、アンが言ってるのはそのいとこのお父さん側のあれだから、え、違うよ、違うって言われてる。え、はとこではないよね、ただの親戚、親戚って言うのかな、またいとこって言うんだって。あ、まあ多分そっち系だと思う。そうそうそう、だからはとこではないの、そう、またまたいとこ、まあそんな感じ。そう、はとこはいとこ同士の子供だから、そうね、まあちょっと遠い親戚くらいな感じかな、まあ簡単に言うと。はい、うん、まあ言う、そうね、そんな感じ、まあ、そん全然、まあ、遠いけど
まあでも会ったことはあるし、あるんですけど、うん。まあそんな感じで、なんかすごいなって思って、あでもそうやってイコラブをね好きでしてくれてる子がいるって嬉しいなって思ってっていう話。ハトの話じゃないです。でもあんなんかいとことか結構家族っていうか親戚が仲いいんですよ。そうだから今日もさね、今日いとこと1時間電話してたりした。そう、いやいとこではないんだよ。前髪今日止めてないよ、何もしてない、スプレーしてない。あでもあれだ、イコラブ入った後に結婚式でイコラブ入った、あでもイコラブ入ったって言ってもあれか、イコラブ合格した次の日に会ったわその子たちと。だって結婚式だったわ。そう、前髪バーコード嘘やろ、ハイライト使ってない。三つ編み編み込みしたの今日、久々にしたわ。そうなんだよ、あんね兄弟いないからね、いとこっていうのがねあれなんだよね。昨日のノンノのツイートがの意味が分かりました、いおりと水族館。そうなんですよ、そうなんですよ。昨日だって LINE 来たもんノンノから、ねえあんな聞いて、いおりからね、いおりからね誘われたのみたいな。そうロック画面あんなあったんだって、嬉しい、リザピョン嬉しみ。マジどんな LINE だよって感じだよね。なんかマジデート気分なの、あの人たち、あの人たちっていうかあのお方、うん佐竹さん。そう、待ち受けもロック画面もあんな一択だよって、嬉しいよ。そんなのりこ朝から今日テンションなんか高かったよ。えいよりつい写真のんのが幸せにあふれてみよう、見るね、ちょっと。幸せそうやな、いよりも幸せそうやないか。いや何なのこの二人。幸せそうじゃん二人とも。四枚目のいよりの笑顔とかもさ、のんのさのこのいよりのさ刃とか大好きだからさ、もう絶対喜んじゃうよ、絶対めっちゃ保存してるし、もう今日のんのテンション高いだろうな。おもろ、どんなグループなほんま、大丈夫かな、心配になってきた。両親ともに7人兄弟、やばやば。あでもさっきカラオケで思い出したんだけど、あのそのいとこの子供が今6歳ぐらいなんだけど、イコールラブを歌ってる動画が送られてきた。夢で見ていたみたいな感じ。可愛かった。問題、僕のロックは誰でしょう、ナータン、タラちゃん。カップルがいるグループ、まあいいんじゃない。いや別にカップルじゃないけど、まあ仲良しってことで。簡単にこの指トーマレの放送決まりましたね。あ見た、ヤフーニュースで見ましたさっき、
見たね、指原さんの。しかも1月1日放送が1月1日なのか、収録か。でもあれはね、出れると嬉しいですね。わかんないけど、マジでそれほんまにわかんないけど、でもやっぱ緊張するんですよ本当に。この指本当にすごく出させていただいてて、何回かありがたいしなんですけど、本当にやっぱ指原さんがいらっしゃるってなんかいつものやっぱ倍以上緊張はしちゃうから、緊張する。もしあれだったらね、2回出させていただいたんだっけ、あの多分そうよね。そうね、なこさんがいない、確かに。あんにゃかいするって、嬉しいです。むつき本当に言ってんのそれあれむつきやばい。はじめまして、んけさん、ありがとうございます。みくさん来るかな、あエモいねそれすぐエモいっていう。テレビ買ってくださいな、あれか、もうテレビでもあるもん。でも覚えてくださってた、テレビない子って。違うね、なんかこの指ゼップかなんか、ゼップのティフの時に、みくりんさんと一回ツーショット撮ったことある。何コラボを語る会のことって、語ってんのみんなで。何ご飯を行くってこと、ファンの方同士がじゃなくて、どういうこと、イベント名前ないよねそんなイベントね。指原さんが可愛いって言ってたグッズはいつ出る、それな待ってて。コラボのファンの方優しいから好き、わかる。誕生日まであと3日、やばいね。幕張で怒ってもらおう。なんで遅れた、秋山さん。今日の前髪好き、マジ無理だよさん、嬉しみ。シュリちゃんかな、イコアラブのこと最近知ったって、ありがとうございます。広島行くの、おすすめのお土産、もみじまんじゅうあいつももみじまんじゅうばっかり買ってあれしてる、食ってる気がするね。なんか20歳やり残したことですか、なんだろう、あとでも3日でできること、なんだろう、やり残したこと、特にないかな、わかんない。しゃもじも売ってる。なんか宮島に行ったら名前とか入れれるよ。大阪で揚げもみじって多分そんなに大したことないよねって言ってるおたさんがいた。そのおたさんちょっと私の前に連れてきて連れてきて。さきちゃん来週イコタイムだね。そうです、せやで。お誕生日の方、あ、ほんとだ、マリンちゃん、マリンちゃんマリンさん、マリンちゃんかな。おめでとうございます、ハッピーバースデー。おめでとうございます。私の
適当あいうえお作文をいつも誕生日の方にはあのプレゼントしているんですが、あのどうしましょうありがとうございます。あいうえお作文、あの本当に適当っていうのが醍醐味なので適当なんですけど大丈夫ですか、まあ、いつもって最近それのまだ3回4回目ぐらいなんですけど、ちょっとどうかな、んが難しい、まあ、いやんは逆に簡単なんだよ、何でもいけるから。お願いしますってやだ、了解しました。じゃあ適当なのであの本当気にしないでくださいね。じゃあ行きます。いっせーのーね、なんだっけ、マリンちゃん、いっせーのーね、マリンちゃんのまーまつげをあげることは重要だよ。マリンちゃんのりー、リンゴの皮むきで手を切らないように気をつけてね。マリンちゃんのうーんうーん、これからイコラムのことをたくさんよろしくお願いします。イエーイ、はい終了です。何言ったか覚えてないもん。まつげがどうちゃこうちゃって言って、2個目リーはリンゴの皮むきで手を切っちゃダメだよって言って、うんはイコラブのことよろしくねって言いました。イエーイ、安定の適当、イエーイ、安定の適当、適当が醍醐味なのでこのあいうえお作文はめっちゃ嬉しいです。いいもん思い出です。いやいやそんなことを言っていただいてありがとうございます。嬉しい、そうやって言ってもらえていい感じに適当、イエーイありがとう。切ったことあるの？ないよ。ないよ。キアラで作ってない。メンバーはね、多分作んない。ファンの方だけ。めっちゃ笑いましただって、嬉しい、やったやったー、やだもうあいうえお作文緊張するからいいんだよ、自分の作んない作んない、ファンの方で本当に誕生日の方だけ、うん、でーす、うんうんうん、リは全部リンゴから始まりそう、わかんないよ。いやキアタは美人ですよマジで、あの料理好きだよやるの。文字数制限ないけどでも長いのはちょっと嫌はい、ちょっと文字数多いのはちょっとあれだな、何文字がいいかな、どうしようかな、まあ平均5文字ぐらいかな、5文字かな。高校生のキアラ楽しみ、うん楽しみだけど、二十歳のキアラが楽しみ、え5文字違う、5文字が平均だから、まあ7文字ぐらいはセーフかな。フルネームはちょっと長いかな、 J1 文字、 JJJ しか言わないよそれでよければ、なんちゃおじさんダメじゃん、じゃあなんちゃらでやるわ、なんちゃらでやりますって感じですかね。3月まで続けてね、うん多分アンナの気分ですね気分ですね。山本アンナセーフ、山本しかせんかな、それだったらアットマーク入ったらアットマークさんにする、じゃあアットトマーク、な6文字だし、伸ばし棒はまあその日の気まぐれ
来年にはやってない気がする。だってあと何ヶ月かな、あと2ヶ月かな5月なんで誕生日変えますね。誕生日はダメですよ、ダメですよ。あなたにとってお誕生日は一つしかないんです。早い時間の方が助かるショールームだって。おかやんさんやった。たまにはね。今日何時までやるのだって。分かんない。今日テンション高い、普通だよ。でも今日充実してた一日が。小羽ちゃんポニー可愛かった、嬉しい、好き2月までやってたって。さあわかりません。ドリューさん福岡ちゃんありがとう。チロルさん嘘言うの早声かわいい、そう結構普通じゃない10月絶対無理やって分からんよ。新学期までやって4月。分かんない気分。俺の誕生日知ってる？知らんわ知らんごめんごめんな正直者や。適当こそ毎日アイドルのところい、しょい、分からん。クリスマスの日誕生日、おお、メリークリスマス。ゆえんか、あ、何がしょいやなやばみやばみ。ゆえんって言うんじゃん。しょいところい、どっちかかと思った。てかゆえんってさどういう意味。わいしょーい。ショールームやっとるときはさあれだよね、なんかバカが一個ずつバレてしまう。漢字検定とか、やだ。でもね頭偉くなっとる気がする最近。なんかいろんな知識をちょっとずつじゃけど覚えとるかも。面白くないわシャナリさん一日一年が提供するダビダビマコさんこんばんは。それはないな、中学で習うから大丈夫。僕のこのバカバカがバレないように。ひどいひどい。高弘兄さん根拠ゆえん、ふーん勉強になる。高校受験しよう、嫌やし賢くなるたびに縮んでないよ。背伸び、でももう伸びんけどね。もういいよ。いや欲しいけどね。ん？待って、ひなこちゃん可愛いやんちゃんって本物ひなこたん、チームエイトさんの、 AKB さんの本物？本物？ひなこちゃんマジで可愛い。インスタ見たよこの前、可愛かった。島根だっけね、島根県代表。今ももさん初見ありがとうございます。副会長も懐かしいね、懐かしいね、舞台ね。ジュリ君とイベントに行くねってありがとうございます。ひなこちゃん好きって
久しぶりに会いたいな、かわいい、かわいい、青青。 LINE 知ってるっけ。知ってるよね。変えてなかった、変わってなかったら知ってるはず。京都行きたい、ハムスターさん。せいちゃんチロミヤになりたいの、なっていいよももももちゃん。お、俺も久しぶりに。何言ってんの、まさあきさんひなこちゃんはね、島根県。ピアスです。クリスマスライブの日に京都行ってきます。え、なんで、なんで大輝ひでさん、初めて、ありがとうございます。福岡握手会初めて行きました。あんちゃん、あん久しぶりに見に来たなって。ピアス開けたのイコラボ入る前ですよ。全然はなちゃんかっこかわいい。え、すごい、みんな推し変していくやんピアス今気づいた、ほんと？そういう最近すごい言われるの。そんな別に気にしなくていいよって感じ。全然全然。どうもどうも、まさゆきさん。イタリア旅行行かずにマジ無理だよさ。マジでやば。本当に大丈夫？いいの？イタリアだよ、イタリアだよ。セカンドぶりだって、あんちゃん。ピアスは11で開いてます。終了、もう開ける気ゼロ。もう開けないです、自分で開けてない。お小遣い3万にされた。多いの少ないの分かんない分かんない。俺のこと覚えてる、さゆりゃ。覚えてるよ、もちのろん、もちのろん。それはイタリア行きましょう。おいおい、いやでも確かにー、学生いなくなっても僕クリ歌うって。いい、歌うでしょ。学生いなくなるとか恐ろしいね。何年後や。握手会行ってみたいですって、マリンちゃん待ってる。ハムスター、ハムスターさん、もちろん、もちのろん。え、嬉しい、ももちゃん嬉しい。福岡ありがとう、ショールーム見たよって話したって、ムシーちゃんありがとう。嬉しい、福岡に結構来てくれた方がショールーム来てくれてる、ありがとうございます。あんた握手楽しかったって言ってくれて嬉しい。姉妹グループの平均年齢何歳だろうね。でもイコラベ最初15歳ぐらいだったんですよ。しかも4月だったっけ、みんな誕生日来てないけん、なんか急にね年齢上がったんだよね今結構平均年齢高いっていうね。そうなん、言うてももう学生5人しかおらんけんさ。そうだから同じぐらいの平均年齢になるんじゃないのかな。高齢化言うな高齢化ちゃうでそうそう 15.5 歳だった、若い。だって今何歳、今だってもう18歳ぐらいじゃない、多分18、17。ねえ上がったわ急に。ね、意外とみんなそう、高校卒業してるメンバーがもう8人だった。8人、8、9、10、11、12、うん、8人ぐらいいるから結構多めかなって思いますね。本当にサバ読んでなのか、読んでないよ、読んでねえよ戻ってきました、タツドラさん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃい。
つでも来てください。さあつん5歳児アイスのみありがとう。さよにゃ、何のお鍋が好き？え、普通の、普通の、分からん、辛いのは嫌。メイク道具結構公開したよ。明日セミナーの結果だよ、緊張って。あ、海ったん、そっか、そうよね、そうよね、そうよね。結構ね、申し込みくださったみたいで、くださったみたいで、なんか書いちゃったよね。すごい、ありがとうございます。でもすごいね、どんな子が来るかめっちゃ楽しみです。普通にな、楽しみです。だからまあとりあえずセミナーでも来れないよっていう子でも全然申し込みっていうか受けてほしいなって思うし、今日もその話少ししたんですけどね。セミナーの映像とか後で見る？え、わかんない、どうなんでしょう、見たいですよね。いや、セミナーの映像は見ないんじゃない？でも見ないでしょ、見るときないと思うから全然セミナーはそう、誰でもっていうか、まあ女の子だったら受けれます。とりあえずセミナーだけでもっていう方もね、多いんじゃないでしょうかね。そう、でも結構最近まあショールームでもさ、コメントとか多いし、そのオーディションについての、そうだから、じゃあ行こうかな。うん、うん。もうでもセミナーは申し込み終わったよ。終わったよ。フィニッシュよ。セミナー勉強になりそう。そうだよ、絶対指原さんからさお話聞けるって相当ないからね、マジですごいですよ。アンニュアバターもう配布してないんですよ。そう、アバター3日間だけ限定配布したんですよ、前に。そう、まあ高校受験ね、確かに。周平さん初見ありがとうございます。極論レベルだ。うん、そんなレベルわかんないけど、お話聞くよりお食事行きたい。うん何気あんなアバター少ないから。アンナ好き、本当大好き。もうちょっと疑うわあ、極論？極論じゃなかった。もう2個目じゃん、本日トゥデイ2個目つらみなんですけど、本当ご苦労様です。はい、つらいです。みちゃん、あんちゃんのアバター持ってるって言ってる。嬉しい。極論ですか、もうやめてください。私の脳みそをばらさないでください。タワーひろしさん、ひろしさんありがとうございます。ありがとうございます。待って、今日もトゥデイもありがとうございます。ありがとうございます。ひろしさ、うん、オッケー、ありがとうございます。ひろしさんありがとうございます。無理に英語使わなくてもいいんだよってうひひのひ、ありがとうございます。ちょこちょこ英語入るの、なんで？でも分かんない、自分でも分かんない。
today と everyday 多くない？ today だって today と everyday だもん。え、極論とかもわかんない、もういいよ、何の話か忘れちゃった。まあ大した話はしてないけどさ。読めない漢字コメントスルーすれば、いやだ、いや読めない漢字じゃなくて、あの合ってると思って読んでるんだよ私は。そうだからドンマイって感じ。エブリデイカチューシャ歌いたくなるからやめて、やめて。ピンクです、ゴッチタユリカピョン、可愛いから許すって、優しい。アンにおバカさんだったのかって今日でバレた、秘密にしといてこのこと、誰も知らないから、アンがおバカなんて秘密にしといてくださいね、みんなここだけの秘密ね。アンが今日漢字間違えたり、いっぱい2回も漢字とかなんかいろいろ間違えたことは、今日みんな来てる6232人の方が、まあでもその漢字間違えた時は何人見てたか分かんないけど、みんな絶対に秘密ね。アンは今世間一般的に頭いいっていう風に今なってるから、みんな秘密ね。みんなだって知らないから、今日来てくれてるファンの方以外はなんかもうほんと知らないから、なんかアンイコールなんか頭いいみたいな、お勉強ができるみたいなね感じだから、みんな言っちゃダメだよ、秘密にしててね。はい、うん、なってないねって。今度握手会行こうかなって。周平、周平、待ってる。振り長いよだって。ごめんなさい。はい。メガネしたらもっと賢く見えるって。頭は良さそうだもんね。まあ、それ自分で言うのもなんだけどよく言われる。あっはっはってリサの笑い方するすごい言われる、リーちゃんにも言われるし。ロールキャベツもぐもぐいいね。丸選手は巨人行くのって、なんでそういうこと言うの、 MVP だから、カープの丸選手が MVP だから。すでにラジオでバレてます、うん嘘だって。マルキンさん、秘密のあんこちゃん、個別行こうかな、にゃにゃアシュラ、アシュラ嬉しい、にゃにゃさん、あんちゃん、アッシュで、あ、動画見た、ありがとう、ありがとうございます。アッシュの子かな、ありがとう。アンの頭いいけどわざと間違えてるんだよ。そうなんだって、さすがマサマル、よく気づいたね。受験がなかったら多分ジャーク言ってました。受験終わったら遊びに来て待ってるよ、タツドラさん、広島ファンなんだって。うんゆっちさん、もう遅いね、トゥデイからイングリッシュにコメントします。ジェレミーさん、オーケー、ラジャーグッド、マジか、騙されてたわ。そう、私はみんなを騙してたんです。ほほほ、名古屋で勉強してるね。嘘でしょ、小悪でまさか勉強会、マジですか、嬉しい、そういうの好き。ずっとイコラブのアンナちゃん気になってました。ゆまさん、ゆまちゃんかな、ありがとうございます、嬉しいです。そうそう、やっぱリーダー隙を見せた方がいいから、そうそうそう、そういうこと、正解。ナチュラルに間違えてるから演技力もすごい、よく気づいた、本当にすごい。もう恥ずかしくなってきた。今度握手会行けたら行くね、大輔待ってます。大輔さん、鼻の形いいよね、今さら。セサさんありがとう。元気です、好きだらけだろうってプッチョさん。周平さん、坂道、坂道誰が好きなんですか、嬉しい、ニコラブ沼にハマってください。だいたいリーダーポンコツ、ほんま。ケンケン、センキュー、メアさんおかしいな。演技力すげえって、アザース、好きが溢れるコンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけどこれがきっと幸せ、僕
僕らの制服クリスマス、クリスマスの時期ですね。新しい iPad Pro 買ったって、なんでごめんな正明さん。いやすごいすごい。周平さん生、あ、ねるさん推しなんだ、推しでしたって、でしたって、おいおい。サラダチキン、この季節になったらみんな聞きたくなるやろ、聞きたくなるじゃろ、聞いてね。ねえ、急に歌うまつき、ひひ。あら、推し編、推し無視して、嬉しい、それは待っとるよ。リーダーに学力は必要なし、ありがとう。歌うまくないです。足の、ね、頭のてっぺんから足の裏まで、いわゆる全身が沼に使っています、ありがとうございます。オタにクリスマスを匂わせてはって言われた、あらじゅうさんさん。レッスンが終わったら帰り道遠回りしたくなる、うーん、直行で家に帰りたくなるかな。いやでも意外にメンバーとご飯行きたくなる。サラダチキンって言ってるの、冷めたチキンじゃなくて、いや冷めたチキンだよ。でもさ、なんかやっぱこの季節になるとさ、スーパーとかいろんなところでクリスマスソングがかかるじゃないですか。受験さ、それでイコラブの曲がかかるといいなって思います。だからそういう曲になってほしいなって思う。ステーキ、あれ、あんステーキ食べるって言ったっけ。ドスタン急にタラちゃん、ありがとう。ありがとう。そう、ちょっとイオンとかで流れてほしいよね、本当に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 。かかるといいね、かかったら報告します、報告してください。あなたも今日で、あんや惜しいだって、嬉しみ。知ってるちまったで噂の夢見るだしない、知らないなんて言わせないよ恥ずかしがらず。イコラブ沼、イコラブ沼、ここが噂の天国だ、イエーイ。イコラブ沼、イコラブ沼、君もきっとわかるはずさ。ジャンプジャン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 プ。ということで皆さん、イコラブ沼ですね。女子も男子もさ、声を出して、イエーイ。どうせきっとアバンチュール、そのつもりなんでしょ。何がって、沼やろ、みんな沼やろ。フレスタ流れないかな、めっちゃフレスタ。きっと君だ君だ君だ、いくつか恋をしたけれど、すべて君に出会うためだった。きっと君だ君だ君だ、遠回りしてごめんね、やっと会えた。マイアイディール、君こそイコールラブ。なんかさ、イコラムってさ、なんか A メロとか結構低いの。夢で見ていた君を知りたい、顔も名前さえもわからない、振り向く時にふと目が覚める、天井をぼっと見つめため息つくとか結構低いの。まあでも結構そうな、結構アイドルソング的なの結構そうなんですけど、でもサビがめっちゃ高いんですよ。きっと君だって、転調とかした後とかさ、もうほんまにさ高いやんか、やばいよね。ウォンチューとかもさ、ウォンチューウォンチュー今すぐみたいなぐらい転調とかねしたら、じゃけんじゃけん、あー男子がカラオケで歌いやすいよ。はあ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 、そう、頭から声が出るやつ、そうなんよ。そうたん、記憶のどこかでのあんちゃんが好き、え、嬉しい。嬉しみが深いですね。懐かしさに会えたい
が積んだ理想を称えよう、あ命削って、 TPTP3053 初めて、ありがとうございます。チャ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 君は逃げたいか、僕はやりたいことをやるさ、つかみたい夢をつかむとき、君が見届けるんだ。のぶさん、タワーありがとうございます、3本も。のぶさん、いつもタワー本当にありがとう、エブリデイのぶさん感謝しかないよ、いつかのぶさんの顔が見たいよ、感謝をね伝えたいんだよのぶさん、あーありがとう、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとう、本当に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 のぶさんありがとうございます、いつも終わるんかいって、ありがとうございます。さ、なんか サード歌ってないよってさっき言われたんだよね、サード。キアラー助けに来たぞ、負けても戦え、立つんだキアラちゃん、うは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 、タンタンタラタタ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 、国語数学に英語体育もすべて平均の私、誰がどう見てもどこにでもいる14歳、タラタタタ、でもね私を舐めちゃダメだよ、ちょっとスパイス効いてる、今日も内緒で日本の平和守ってる、デュクシー、気づかれてはダメ、正体はみんなのためならば、力尽きてもドンストップ止まれないの、絶対ちゃーみたいな言ってるよね。関西の子なん、広島です。姉妹グループが歌うとき名前のところどうするの、歌うのかな、え、わかんない。人生じいちゃんさん、今頃初見、いつでも初見ありがとうございます。イエッタイガーか。イエッタイガー。ドーンとストップ、ドーンストップって気合いてる。あ、ウォーウォーウォー準備してた、すいません、すごいなんかウォーウォーウォー出せないやんとかめっちゃ来てる。耐えれないの悲しみの雨が降り、時に強い風に吹かれて、プリンスハヤテさん初見ありがとうございます。パパやママ心配するけど進むんだ、夢に見た場所へ、正義の乙女は戦う、我らのアイドルキアラちゃん、はい。強い日差し手につける、校庭走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ、見てるだけで十分と思っていたなのになぜか、期待してる8月の片思い、
ハッピー水飲み場でハッピー鉢合わせて戸惑う僕を見て笑う攻略法どこにも登ってない。部活中名曲だって。キャラちゃんのモノマネ完璧。言いたいことがあるんだよ。嬉しい。タツドラさん全然最高の配信じゃないよ。エブリデイ配信だよ。毎日聞いてますよって。ありがとうジェレミーさん。僕はいてもたってもいられずに暗い道を自転車でただ走る。目的地もないままにこのもどかしさよ君のもとへ。部活中も帰り道も勉強中も君の声繰り返す。ぼーっとするほどにあアンナの声さキンキンするやろ。よく言われるねん。ほほほ電池切れちゃうかもって。なかなかさん切れないで。大丈夫だよ、なかなか切れないから。テスト前なの、頑張ってね。朝日ちゃんかな。キンキしとるわ。青春だな。だってみんな青春した。青春今。星がないよ。星やりたいな。うふふうふふ。青春って何、人それぞれや。私はアクターズにいていた時は青春だったな。エリ君パソコン壊れたの、直さなきゃ。カンカンカンって。大好きなのに。いくぞ。チャラララララダダダダ。今も青春しとるやろ。いやなんか今はさ、まあ、青春っていうよりなんか年齢的にさ、青春って高校生のイメージなの。だからなんか高校生かなって思っちゃって。今は青春だったのかな。中高がなんか青春っていうイメージ。わかる？なんか雰囲気。だから充実してる？あ、そう充実って感じ今。だからかな。慶吾さん初見ありがとうございます。歌うときと笑うとき全然声違うよね。声質違うよね。そうなんよ、なんか歌になったらね、なんか高くなる。どっちかといったら普通にこういうときは普通なんだけどね。そう青春とで年齢とは別やろ。別やって。俺と一緒に青春じゃ。正宗さんそうじゃね。落ち着いていますか。落ち着いています。青春のラップタイム。青春ガールズ、青春ガールズ公演好きやで。話し声高い。そう京ちゃん青春しましょう。皆さん一緒に。じゃあ青春しましょう。クリスマスシーズンですよ。僕のこのドキドキがバレないように、そう来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服、クリスマスの時期ですね。いおりさん、いおりちゃん部活お疲れ様です。改札の前君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、
制服のまま飛び出そう。浮気のハニーパイ見たの、アクターズ時代のあんちゃん。嘘、あれメンバーにもめっちゃ見られてる。めっちゃメンバーいじってくる。イエーイイエーイイエーイっていうやつめっちゃいじってくる。そう、モーニング娘。さんのね、元リホちゃん、さやしリホちゃんとかと一緒にやってる映像ね。ハニーパイメンバーめっちゃ見てる。そう、お宅にはクリスマスなんてない。一緒に過ごそうよ、クリスマスイブイブを。え、みんな知っとん、かわいいやつ、ちっちゃいよね、あんな知っとん。僕のこのドキドキがバレないように。サナツンのドヤ顔が好き。ジェニューさん言ってあげて。じゃアンナの歌ってるスプラの CD 買えるよ。知ってますって、意外にみんな知ってんだな。イブイブってクリスマス関係ないやん。ええやん、私たちがクリスマスや言うたらクリスマスやね。平綿さん、お花ありがとうございます。充電 10%? ショールームめっちゃ多分すぐあるよ。エレベーターとエスカレーター、どっちがどっちか、どっちになって、最終的にぐるぐる回ってエスカルゴ、バイナバイナ。クリスマスってなんや、それな。それなじゃないわ、クリスマスはクリスマスや。あ、物販では売ってないそうです。すごく私は嘘をつきました今。イブイブ当たりたい、イブイブ待ってるよ。 TikTok なんか私あんま可愛い系やるより、なんかちょっとなんか変なのやる方が好きなんですよ。だって正直、あ、正直って言っちゃった。なんかだってイコラブ別に可愛いのできる子いっぱいいるし、可愛いし、その子たちがやった方が、だからやっぱ可愛いのはちょっとお任せしようと思って、なんか私にできることはなんかもうそっちっていうか。でもなんかダンスとかそういうのはもうやりたいなって思って、そうだから私はあんまりもうなんかちょっとここアップより全身を見せていくスタイルなんですよっていう。そう、でもいおりさんとのダンス動画はすごく再生してくれてて、みんな嬉しいです。そう、いおりさんと喜んでたこの前。だからまあダンスとか、まあ、エスカルゴとか、まあ、そっち系をねやって私は行きたいなって思って、まあたまーに、まあ、5回に1回ぐらい可愛いの乗せるかなぐらい、そんな感じです。足折れそうなやつか。折れないぞ。でも最近 TikTok また上がってないですよね。もう私さ、でも出過ぎなの、出過ぎ問題なんですよ。どうしたらいいですか、どうしたらいいですか。マジ山本出過ぎ問題すぎてやばみって感じ。後ろのカーテンクリスマスだね、かわいい、沙織ちゃん。そうそうです、 Twitter フォローしてください。TikTok? TikTok や、 TikTok や。出過ぎじゃなくて出たがり。変顔 OK 派ですかって。わかりません。パンダいるよ、パンちゃん、ここパンダちゃん。
パンダ好き、パンダ、パンダいた、いるわよ、ジャロスケが、ジャロスケ、ジャロもいるわよ、忘れてないわよ。超ツンツンされる。久しぶりみんな。ヒクション。なんだっけくしゃみの仕方。何回ね。だっけ。シャンシャンちゃうねん、ジャロジャロやねん。ジャロジャロやねん。チュン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 。急に黙る、これがアンナスタイル。これがアンナスタイル。いや、明日何時集合だっけなって思って、そんな早くなかったっていう感じで、まあそろそろ終わろっかな。あんなスタイルかっこええ、ありがとう。みんな今日も一日付き合ってくれてありがとうございます。はい、みんなのことが好きじゃけん、あんにことやももたあんなです。最後にキャッチフレーズくださいって言われたから。はーい、こんな感じで終わりますね。よーし、13位から読みます。13位がニゴさん、12位がルルルタンナさん、11位が修二郎さん、10位が大阪さん、9位がレグルスさん、8位がいとこんさん、7位がなんちゃろじさん、6位がカズじいさん、5位がゆかりん、4位が金子めさん、3位がさしなゆいさん、2位がひろしさん、1位がのぶさんです。ありがとうございます。今日初見の方多かった気がする。また見に来てくれたら嬉ぴー、嬉ひーですな。嬉しみ深み、みんなありがとうって感じでランダム読みたいと思います。何人じゃろ、7人いきます。1人目ニゴさん、2人目カサカサ、3人目チャイモンさん、4人目通信に失敗しました、4人目タツドラさん、5人目ショウジンさん、6人目ムツキ、7人目ラストヘッドメルさんです。はい、いつもランダムどこ読んでるのって聞かれるから言うと、あのここ読んでます。はい、って感じですかね。そんな感じですかね。読んだ、読んだよ、ヘッドメルさん。1万人までやります。じゃあそうします、また見に来ます。いとこさん。ありがとうございます。あとちょっと1万やって、ありがとうございます。また見に来てください。持ったって電池、よかった。なかなかさん、ランダム当たらない？なんでやろ。ほんまにランダムなんよこれ。もうガチで、
ガチランダムすぎてもうどうしていいかわからん。ゆりかぴょん、そう、明日、明日来てください。明日も夜配信、明日は遅いかも、遅いかな、明日は10時頃かな、10時過ぎるかな。10時ぐらいかもしれん、わからん。みんな見に来てくださいね。アイコンでかくすれば確率が上がるかも。確かに、ワンちゃん、赤福さん、赤福ちゃん、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。明日も見に来てくださいね。待ってますよ。今日もツイッターと何か更新 します。何を更新しよう。バリスイトーよ。ゆうたさん、ありがとう。ティアモンを愛に10.M。日課になってる、嬉しい。みんなの日課がショールームって嬉しい。共に日課になってください。明日も多分見に行く。さゆきさん、絶対来てね。ツイッターいつもいいねしかしてない。いいね、ありがとう、そうたん。暖房エアコンなの？暖房つけてないよ今は。嬉しい、赤福ちゃん、嬉しいです、そうやって言っていただけて。バイト、ナミ、ナミさん、お疲れ様です。時間さえ合えば、そうですよね、時間は大事。タツドラさん、嬉しい、そんなこと言ってもらえて。やっと電車、シューマッハ。シェヒシェヒさん、ニッカウ、ウィスキー。大輔さん、初見だけど、ありがとうございます。嬉しい、楽しかったって。こんな配信しかしてないけど、たまによくわからん配信してるけどね。ツイッターちょこちょこコメントしてる。ツイッター読んでるから、みんなコメントしてね、リプしてね。365日視聴者目指してください。いとこんさん、プッチョさん、ありがとう。もうちょいだ、あと81人だって。みんな見て、嬉しい、いつも仕事の疲れ癒されてます。嬉しい、そんな、そんな、嬉しい、嬉しいです。本当に大串さん、握手するの楽しみにしてます。嬉しい、嬉しい。ツイッター見てね。今日いっぱい歌ったね。ここにいる人に見てって言われても、見てリプするようにしますって。せっせさん、いおりちゃん、お疲れ様部活。一番来た、お、嘘、本当？あのとこまだだ。あ、超えたって。あ、ほんとだ、超えた。って感じで終わります。今日もありがとうございました。また見に来てください。じゃんけんします。せーの。じゃけん、じゃんけん、じゃんけん、ほい、パーです。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。さようなら、おやすみなさい。今日は早いね。だからみんな早く寝るんだよ。バイバーイ。